トヨタ自動車グレーングレーンスーパースポーツコンセプトグレーンとはトヨタ自動車が2017年から展開しているスポーツカー及びモータースポーツのブランドであるトヨタ画像レーシングについてもここで述べるトヨタ自動車の社内カンパニーであるグレーンカンパニーがグレーンブランドの展開を担当している トヨタのレーシングチームである画像レーシングの活動で得た知見を市販者にフィードバックし、市販者を売って得た利益を画像レーシングの活動に還元することで、本社の経営状態に左右されづらい継続的なモータースポーツ活動を可能としている。初代グレーンカンパニー社長は、豊田キオの部下であった、友山茂樹で、2020年9月1日付で佐藤常次に交代した。 グレーンブランドのベースカラーは白。ロゴマークは黒地に G、赤地に R という白文字が刻まれる。市販車はグレーンシリーズとして GRMN、グレーン、グレーンスポーツ、グレーンパーツという4段階のピラミッド構造となっている。従来は1チューニングカーブランドに過ぎなかったが、2019年からグレーンブランド専売車も続々登場しており、 スポーツカーブランドとしての発展が期待される。F として展開している、レクサスブランドのスポーツカーとの差別化については、画像レーシングは、ピュアスポーツで、レクサスは、ラグジュアリースポーツという位置づけ、グレーンハイマーある車をチューニングして、持ち上げるのではなく、レースフィールドにある車を、ロードゴーイングカーに落とし込んでいくと言及されている。2007年、 トヨタのマスターテストドライバーであった、ナルセヒロシを中心に、教え子のテストドライバーやメカニックラで編成した、社内チームが、ツーリングカーレースの祭典である、ニュルブルクリンク24時間レースに挑戦。ナルセから運転の指導を、直接受けた、当時副社長のトヨダ・アキオも、ドライバーとして参戦した。この時ワークスのトヨタ・レーシングと名乗ることを、許されなかったため、 トヨタが設立に携わったポータルサイト画像の名称を用いてチーム画像を名乗り広報上ではドライバーもキャップ、森蔵など本名ではなくニックネームを名乗った。また予算もなかったため生産終了していた中古のアルテッツァや BMW、E90 などをマシンに用いた。gazoo.com はアマチュアレース企画として活動レポートを掲載した。 2009年以降は、画像をレーシングとして、新車開発の聖地ニュルブルクリンクで人と車を鍛えるという目標の下、LFA や FT-86 などの開発モデルを投入し参戦を継続していく。ドライバーは、木下隆之、飯田明、石浦博明プロレーサーを加えているが、メカニックやエンジニアは、社員から選抜している。 チームの監督であったナルセが2010年6月に自己死する不幸を乗り越え、2014年には3クラス制覇を果たした。2009年のトヨタの社長就任後は、画像レーシングの範囲も広がり、車好き車ファンの拡大を目指して、サーキット体験走行会や、トヨタ86及びスバル BRZ によって、争われるワンメイクレース、画像レーシング86、 BRZ レース、毎年11月に開催される、トヨタ画像レーシングフェスティバルといった、グラスルーツイベントを開催した。また、2010年に発足した、スポーツ車両統括部が手掛ける走りの楽しさを、味わえる市販モデルとして、2009年に、本格派の GRMN、2010年にライト派の G's というスポーツコンバージョンシリーズが誕生している。 2015年4月より、それまで、画像レーシング、トヨタレーシング、レクサスレーシングと分かれていた全、モータースポーツ活動を、画像レーシングと統一した。トヨタ、レクサスブランドのレース活動は、画像レーシングの参加に入り、トヨタ画像レーシング、レクサス画像レーシングと呼ばれる。この年、以降、トヨタ画像レーシングのワークスマシーンは白地に赤 黒のストライプという共通カラースキームを使用する。また同時に走りの味を作り評価できるようになる人材を育成する凄腕技能養成部も立ち上がっており、これ以降ラリーやニュルブルクリンクを中心に画像レーシングの活動に参加するようになる。2016年にはスーパー GT を引退した脇坂敏一が TGR アンバサダーに就任。 系列の富士スピードウェイの1コーナーの命名権を取得し TGR コーナーと解消した。また若手俳優の佐藤健を CM キャラクターに起用し周知活動を行った。2017年にはモータースポーツ車両を開発していたトヨタ画像レーシングファクトリーを改組し画像レーシングカンパニーを新設。社内カンパニーとして独立性を強め、 レースで得た知見を市販車へフィードバックすることで、トヨタの車作りに貢献し、採算を確保する方向性が定まった。スポーツコンバージョンブランドをグレーンシリーズに再編し、地域拠点となるグレーンガレージを各地のディーラーに設置した。2019年にはグレーンブランド先売車第1号となるグレーンスープラが登場。またダイハツコペンのグレーンスポーツも発売し、 トヨタの枠を超えたブランドとしての第一歩を踏み出した。2020年には WRC や地域ラリーで勝つことを目的に開発されたブランド専売車第2号のグレーンヤリスを発表している。同社ではセリカ GT4 以来のスポーツ四輪駆動システムとなるグレーン4、ベルトコンベア式ではないグレーン車専用の生産ライン、グレーンファクトリーなどが 新たに採用されている。クレーンブランドの根幹をなすモータースポーツ、活動である。ナルセヒロ氏の心情であった、レースを通して技術や人を鍛えることを目的としており、勝つことを第一の目的とした、世界選手権のようなビッグカテゴリーから、人材育成や市販車開発を目的とする草レースまで幅広く参戦を行っている。表記は、画像レーシングや、 画像レーシングなどの揺れがあるが、現在公式では画像レーシングで統一されている。またトヨタ画像レーシングは頭文字を取って TGR とするのが公式な略称である。レースからフィードバックしているのはパワーユニットやトランスミッション技術のような自動車に直接活かせるものだけでなく、レーシングカーの開発の手法もそうである。また市販車のテストドライバーが、 市販車開発のためにレースに参戦したり、逆にプロのレーシングドライバーが市販車開発の現場に直接携わる機会が増えている。グレーンスープラは前車、グレーンヤリスは後車のパターンで開発されている。また CHR がプロトタイプの段階でニュルブルクリンク24時間に参戦したように、グレーンシリーズ以外のトヨタ、レクサスの車作りにも、 大きな影響を与えている活動である。本社以外にも、世界のトヨタ法人の多くが、画像レーシングを名乗り参戦しているが、一部マーケティングや参戦体制の都合で、画像レーシングを名乗っていない場合もある。また、北米のレクサスは2019年を最後に画像、レーシングを名乗っておらず、日本のレクサスも2019年を最後に、トヨタ画像レーシングに引き継いだため、 2020年、現在、レクサス画像レーシングとしては活動は行われていない。発足以降、ルマン24時間発生派、FIA 世界耐久選手権、ドライバー、チームズタイトル獲得、世界ラリー選手権、ドライバー、コドライバー、マニファクチャラーズタイトル獲得、ダカールラリー発制覇、ナスカーカップ戦、ドライバー、マニファクチャラーズタイトル獲得などの実績を残している。 なお WRC のマニュファクチャラーズトロフィーには、トヨタのエンブレムではなく、グレーンのそれが刻まれている。チームとしての参戦だけでなく、ラリーチャレンジや86、BRZ といったレースシリーズ、トヨタ画像レーシングフェスティバルのようなイベントなども開催して、モータースポーツ文化振興を精力的に行っている。2020年には、トヨタヤングドライバーズプログラムや、 TGR ラリーチャレンジなどの育成組織を統合整理し WEG と WRC への若手ドライバー輩出を目指す TGR ドライバーチャレンジプログラムを設立した。公式マスコットキャラクターは熊吉、森蔵君、ルーキー。ジーズは2010年に開催された東京オートサロン2010にて発表され、同年4月に発売されたノア ボクシー・ジーズから正式に発足した市販車ブランド。幅広い顧客層に向けて走りの味や車の楽しさを提供するメーカーコンプリートモデルでトヨタ自動車が初めて自社で開発から製造を一貫して手掛けていたスポーツ使用者専門のブランドであり、現在のクレーンの源流にあたる。G スポーツの G は 2000GT やセリカ GT4 といった トヨタのスポーツモデルにも採用されていた GT やそれらに搭載されていた専用のチューンドエンジンなどに由来している。本ブランド車の大きな特徴は基準車の車体を専用の補強によって光合成化し、その上で高性能なチューニングが施されたサスペンションとタイヤを変更することで走行性能を大きく引き上げている。なお、 パワートレーンに関しては専用のチューニング等は施されずに基準車と同一の動力性能と環境性能が与えられた。また販売に関しては全車種が持ち込み登録となっていた。本ブランドの車両開発においては画像レーシングでニュルブルクリンク24時間耐久レース等のモータースポーツに関わっていた専門の技術者が開発に従事しており、レクサスブランドの F モデルと同様に基準車の開発チームとは別の開発チームが結成され各車種ごとにチーフエンジニアが置かれた。そして車両の性能評価と走行試験には前述のニュルブルクリンク24時間耐久レースに出場していたテストドライバーが関わるなど基準車の開発とは異なる手法が採用された。各車両の生産工程において 基準車を生産する工場の同一生産ライン上で、専用のボディ補強や、専用チューニングのサスペンションに高性能タイヤと、専用ホイールの装着、そして専用デザインの内外装部品の装着を行うことで無駄な純正部品の発生を抑制し、大幅なコストダウンにも貢献した。そのような生産体系を取ることで、基準車との価格差を狭め、 多くの顧客が購入しやすい価格で提供することに成功した。ラインナップとしては、ファミリー層向けの乗用車が中心となり、それらに加えて、ハイブリッドカーや4度アセダン、SUV などもラインナップに加わったが、ピュアスポーツカーや日本市場へも導入される、欧州市場先売モデル、また、軽自動車にも、本ブランドは、ラインナップされることはなかった。2017年9月、 直接の後継となるグレーンブランドへの再編に合わせ、ジーズブランド社はすべて販売終了となった。2017年9月に GRMN とジーズを再編する形で発足。限定生産の最上級モデルである GRMN、GRMN GR の量産版であるグレーンエントリーモデルのグレーンスポーツチューニングパーツのグレーンパーツの4段階のピラミッド構造で、 展開される。基準者とは別のチームを結成して開発し、補強によって、光合成化したボディに高性能サスペンションやタイヤを組み込んで、走行性能を高め、専用デザインの内外装部品で、コンプリートカーを製作するという手法は、ジーズより引き継ぐが、グレーンブランドは、さらなる顧客層への拡販を狙って量産モデルを、グレーンとグレーンスポーツの2本立てとすることで、 ブランド自体を明確化、細分化しているのがジーズとの大きな違いである。ジーズでは各車種ごとにフロントグリルをデザインしていたが、グレーンブランド社ではモータースポーツ車両の開発で培った空力技術を応用してデザインされたフロントバンパーであるファンクショナルマトリックスグリルに統一することでジーズブランド社よりも空力性能を大幅に引き上げ、 かつブランドイメージの統一化を図っている。また、ジーズブランドでは、意図的に外していたトヨタマークを復活させることで、トヨタ車のスポーツモデルブランドであることを明確にしている。2019年には、クレーンブランド専用車も登場し、位チューニングカーブランドからの脱却が図られている。GRMN は、ジーズと同時期に登場した。 サーキット走行も想定した数量限定生産の最上位かつ最古のシリーズ。エンジン内部にチューニングを施し、ほとんどがマニュアルミッションを搭載し、車両の特性に合わせてドライカーボンを車体パネルに採用している。また、マイスター・オブ・ナーバー・グリングには2010年に多解した画像レーシングの成瀬広監督への敬意が込められている。グレーンは 最上位ブランドとなる GRMN からそのエッセンスを盛り込んだ量販仕様のスポーツモデルとなる。ボディのさらなる光合成化を実施し、サスペンションやブレーキシステムもより高性能なグレーン専用品が用いられ、走行性能も一般行動をはじめサーキット走行も視野に入れた高度なチューニングが実施されている。社名グレーンはチューニングカーでグレーンは 全車種が持ち込み登録となる。ジーズの後継にあたり、車両の開発から生産に至るまで、ジーズと同様に、トヨタ自動車が自社で一貫して担当している。上位バージョンとなるグレーンや以前のジーズに比べてより多くの顧客層にスポーツモデルを提供するために設定された。グレーンとは、フロントバンパーのメッキが鏡面仕上げになっているのと、 グレーンスポーツ専用のエンブレムで見分けることができる。ジーズに倣って補強によるボディの光合成化と専用のサスペンションや高性能タイヤは装着されるものの、パワートレーンへのチューニングは一切実施されず、動力性能や環境性能も基準車と同一となる。このように、ライトチューニングではあるが、基準車からの変更範囲が広いために持ち込み登録となるものの、 一部の車種においては変更範囲を大幅に制限することで車両登録が形式指定となり基準車と同一の扱いとなっている。また一部車種においてはチューニングはそのままジーズからのブランド外となる。ジーズからのブランド外車種ファンクショナルマトリックスグリルを使用しない。国内市場向け車両ファンクショナルマトリックスグリルを使用しない。 海外市場向け車両グレーンが発売するアフターパーツ。車種によってパーツの種類に差があるが、エアロパーツ、ホイール、ブレース類、ダンパーのようなチューニングパーツや、フロアマットやアームレストといった内装、装飾類のような一般的にイメージされるアフターパーツのほか、エンジンオイルやデータロガーまで取り扱う。また静電気を除去するアルミテープや、 空力効率を高めるコーティング材のような珍しいアイテムもある。これらは非グレーン車にも装着、適用することが可能である。実際の開発はトヨタのレーシングカー開発を担うトヨタカスタマイジングディベロップメント車の TRD が行っている。グレーン車名はグローバルモデルとして開発されたブランド専用車である。2019年のグレーンスープラで初登場した。 グレーンブランド専売であることを明確にするため、他のグレーンブランドの車種の、社名グレーンと異なる、グレーン社名のネーミングを用いることで、差別化を図っている。グレーンガレージ新大阪、グレーンガレージは、グレーンブランドの発足に合わせて、全国のトヨタディーラーに設置された専門のカスタマイズとチューニングを行う専門店。グレーンコンサルタントが常駐しているほか グレーンブランド社の試乗車やカスタマイズパーツなどを取り揃えている。試乗車に関しては運営ディーラーが取り扱うベース車に準ずる。また独自にモータースポーツ活動を行っているグレーンガレージもある。2020年5月現在、岩手県、秋田県、福島県、新潟県、山梨県、静岡県、岐阜県、福井県、和歌山県、鳥取県、島根県、 香川県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の19県には、まだ、グレーンガレージは所在しない。現行店舗に関しては、グレーンガレージ一覧を参照。廃盤となってしまった、古いスポーツカーの部品を復活させ、長く乗ってもらうことを目的とする活動。2020年7月現在までに、 A70 型 A80 型スープラ 2000GT の部品の復刻を公表している。東京オートサロン、大阪オートメッセ、東京モーターショーなどの会場で参考出品された。ありがとうございます。